龍次郎チャンネル、今日のお題は神は細部に宿る。 God is in the details。 おー、英語が出てきた。はい、もうこれはね、龍次郎さんが普段会社でもずっとね、こう口にされてるというか、もう社員全員が共有していることなんですけれども、毎日毎日のこの仕事のね連続の中で少しずつこう緩んできてるかなと思う人はぜひ見ていただいて、一回活を入れてください。まあこの「神は細部に宿る」って、まあうちの会社ではねこれを行動指針みたいな感じで入れとるぐらいだけ、はい、まあみんな大体理解はしとるんだけど、なんかあるじゃん。そこ別にそんなこだわらんでもいいんじゃないかみたいなところってあるんだけども、めっちゃ気になるんや、最後のこの部分ですよね。そうそう、だからこのリボンは毎年オープニング映像っていうのが10分ぐらいの映像があって、その映像が結構凝っとるというか、手をかけて、それだけに 1ヶ月以上時間費やしてやるんだけど、最後はもうわしと日高のすり合わせになるんだけど、わしがどうしてもこの 0.5 秒のこのタイミングが気に入らんとかになるんだけど、その 0.5 秒ぐらいを直そうと思うと、直すのは簡単なんだけど、それをもう一回書き出しをするという、動画にするためには書き出しをもう一回ゼロからやらねえけんだ、その 0.5 秒やるために何時間かの書き出しが必要になってくるっていうなると、一番ねあったのは第何回大会とか2017年か8年かだったと思うんだけど、そのオープニング映像が1週間前に見た時に「なんじゃこれ」みたいな、これは出したくないなと思って、ちょっとまあその時はもう結構忙しかったのもあって、日高にも全部丸投げで任しとった。あ、じゃあ途中経過を見てなかった。まあまああんまり見てなくて、まあもう何年もやってきとるけど日高は大丈夫じゃろうみたいな、任せてたんですね。やったらもうあいつもやっぱりこうパニクっとったみたいで、でも1週間前に、このままじゃいけんなと思って、どうしようか、でももう間に合わんだろうなと思ったんだけど、いやこれをイベントとしてリボンやった時にバーンと映像が流れた時に、みんながあれなんか今年なんかあれだったねみたいになるのも分かったんで、これはダメじゃなくて1週間前に、もう全部白紙じゃん、もうなんならもうその映像なしでやってもいいぐらいの、これを流すぐらいなら、そうそうでもうできんかったらもう流さずにわしが10分喋ろうかなと思ってまあ流したんだけど、でもまあそこからガーッと作り上げて、でもその時もやっぱり 0.5 秒がどうのこうのいうのもあったりしながら、だけどもう最後はもうオープニング映像が流れるほんと10分ぐらい前まで日高はそこでやりながら、結構あいつパジャマのまんまそれ県外の時です。そう、県外の時ですよね。あれ大阪かどっかでやった時だったね、まあそういうのもあったんだけど、まあちょっと細部に宿るなみたいなことがあるんで、今日はねその辺のことを喋ってみたいと思いますね。今日はこのテーマでいってみよう。はい、こんにちは、板坂裕次郎です。こんにちは、土手かな子です。まずはチャンネル登録からお願いします、ちょっとずつ増えてますからね。はい、はい、ということで、ね、これは、最近あった話で言うとね、ちょっと僕の今県外とかに行ったら突撃訪問ってね、うちの生徒さんの突撃訪問、会社を行かれてるんですよね。会社訪問をして、まあ、普段どんなことやっとるかみたいな、本当は事務所に入っててからバーンガサ入れじゃーってからこうダーンと引き出し上げて通帳とかバーンってやりたいんだけども、なかなかそこまでできんし、ただやる方も大変なんや。ノーアポで行くよるけ全部。店が開いてなかったもいけんし、そうです、いなくてもいけないし、でおっても客がおったら待たねえいけんしとかって、だから結構いろいろ大変なんよね。だからでもそれでもこう生の感じをみんなに届けたいなと思って、でやるんだけど、この間もねちょっと行った、お店で、まあまあそのお店は洋服屋さんだったんでね、もう結構バチッとこうかっこいい店舗の構えして、で雰囲気のある店の店内の感じでかっこええじゃんみたいな、で私はそこの、店のロゴマークとかも好きで、おかっこええのっていつも言おるんだけど、そいつのところでパッとこう天井見たら、エアコンのこのねフィルターのところにこうフラ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 みたいな、ほこりがこう何雲の糸に引っかかってみたいな、ふわふわしてくるみたいな、お前ここらいけんだろうみたいな、いつ落ちてくるか分かんない感じですよね。そこまでは積もってなかったけど、ね、あ、本当ですか。うん、でこうまだショーウィンドウ中からこう見たらこう結構こう曇っとったけ、うん、あ、これマジックミラーにしたのかなと思って、外からはガラスに鏡みたいになって中からは外が見えるけど外からが見えないみたいなマジックミラーにしたのかなと思って、これマジックミラーなんかって言ってよう見たら、お前ただ汚れとるだけじゃないかみたいなそれちょっとその状況はちょっといまいちわからないですけど、でもそれは話にならんでとか言って言おうたんだけど、でも私はまあそれはまあちょっとズボラなやつがよく掃除をしなくなるとかね、まあだから毎日のことなんだけど、最初はもうきっちり手入れたんだろうけど、だん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 やらなくなって、もうお前みたいに丸くしか掃除をせんようになるわけよたまにするよ、ちゃんと書く。だからまあそういうもんなんかなと思っとったんだけど、一番ちょっと下せんかったのは観葉植物が枯れとるんよね。なんかね、私よくあるじゃん、観葉植物が枯れとる店。はいはいはい、まあ処分もせずに、まあもらった系って。そうですね、だから私うちがこの事務所移転した時もみんなに言ったのは、コチョウランは絶対いりませんって言ったんだけど、あれはなんでかやったら、コチョウランもらった時は華やかでいいけど、あとどうしようもならんわけよ。で花落ちてこうやってこんなんだけこうなってから、そのままこれどうすりゃえんかなみたいな。そうですね、処分するのも大変そうだろ、だからわしはいらんって言って、でまあ、今回いっぱいね観葉植物としていっぱいこれ後ろに載っとるけど、これ全部3年前にもらったものばっかりなんだけど、はい、もうわし一体たりとも枯らしてないわけよ。そうですね、一回裕次郎さんが骨折して事故で入院してた時にサボテンがピヨーってこう、も裕次郎さんと同じようにね骨折しとったもんね笑えるようなサボテンも添え木をしたらまた戻っていいだろ、まっすぐ立ってますもんね。こんな長いんですけどね。だからあれも結局こうわしはなんかもらったものだから、やっぱりちゃんとこうせないけんなと思って、これただこう水やりよるだけじゃないんや。話しかけようって言わしたよね。独り言のように。そうそう、お前元気かみたいな今何がしんどいんやみたいな怖っそうちょっともうちょい大きくなれよとか、そうで3年もおるとのやっぱり鉢が小さなってきたりするけ、鉢の植え替えとかも勝負してるの。いやほんとね、この事務所で裕次郎さんが一番可愛がってるのは社員よりもその観葉植物ですもんね。なのにお前ら全然そんなも考えんこうに、お前ほんまチーターはわしがおらん時もちゃんとやってくれよみたいなマジでわしお前入院から帰ってきた時にこう長いこのサボテンが真ん中から折れとるこの写真出しとこうかってドーンとここにね、もうこんなになっとるのを見た時にちょっと悲しかったけどね、笑っちゃいましたもんねでもまあそれも何回やったらやっぱりこう枯れた葉っぱも取ればいいじゃんか。でもそれもそのままになっとったりとかしたりね。やっぱり植物によってはうちでもそうだけども、何回うまいことやってもらって枯れていく花もあるわけよ。だからまあ難しいのもあるけども、ただ普通にこれはまあこんなならんでっていうような感じの腐らし方をしたりとかするじゃん。これはね、私は細部に神が宿ってないなと思うわけ。そうですね、やっぱりこの観葉植物という、あんまりこう売り上げには関与してないものかもしれんけども、それが枯れとるってなんかこう気が悪いんじゃないかなとか。いや確かに確かに、やっぱり観葉植物が生き生きしてる綺麗なお店とかっていうのは、やっぱりこう印象はすごくいいですもんね。気がいい、なんかこうパワーをもらえるというか、やっぱそれがどんなにかっこいいおしゃれなお店でも観葉植物が隅っこで枯れてたらちょっとなんかこう沈むかも、入った瞬間に。でもそれも気づかん人もおると思うんで、その枯れとることも、なんで逆に隠してないのって思う。そうだから見て気づかん人は気づかんと思うんだけども、でも私は別にそれはそれでもいいと思うんだけど、神が細部に宿るっていうのはこの細かなところをやっぱり目を向けていかなくては全てがこうダメに台無しになっていくよっていう。そうですね、だから何をするんでもまあええかこれでってやるのか、まあええかなんだけどちょっともう一回みたいな。あで本も一緒なんよ。これ本ってこうやって最初にファーストやるとこう原稿としてちゃんとこういう風になって返ってくるわけ、うんうん、でそれを見ながらやっぱり書いた時とまた思いが違うわけ。見よったらこれ違うのってこうやってやり直そうみたいな、うん、でやり直そうとかやってよったらどん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 締め切りが迫ってくるわけ。そうですよね。でも2校とか3校とか上がってくる時によるとやっぱりこれ直したい、うん、って思う時にそれを出版社に言えるかどうかね、うんうんうん、でも明らかに出版社も「もうまたですいいでしょ」みたいな、うん、でもなるところそれをもう一回いけるかどうかそうですねっていうところだと思うよね。うん、やっぱ気遣いの人もいますからね。すっごいそこ譲りたくないと思ってもね言えないっていう、うん、お前はどっち派なの？いや私も思ったんですよ。でも私結構言うんですけどでも最後言い過ぎたら本当にもう「すいません」って言ってでも言うかやっぱ言うね。自分が譲れない部分だったら言います、うんうんうん、まあ譲れまあええかこんなもんで言うとこはっていうものだったら最初からもう「まあいっか」でいきますけど、うん、もうねもうちょっと本当に隅の方まで掃除機とかかけてほしい。いや今私じゃないですから掃除機もうじゃあ流しに、うん、ひじきとかが散乱しとるのは最後きれいにしてほしい。いやそうそうそうねそうそういやそれはね理由があってちょっと急いでて、ね、その後もう一回洗い物が来るからその時にまとめてやろうと思ってたっていう時短でね。どう思います皆さん？本当だから裕次郎さんが洗面台行った時にやめてやめて行かないでと思った今はやじゃあ今あれの昔は日高があんな感じだったけあら日高お前何回はすんなってから言うんだけど最近俺は日高って言えん自分がおるわけどっちかなそうお前かもしれんしって思うけどもう本当にだから細部だからそうですね細部に、うんお願いしますね、事務所の裕次郎さんのこの教え私が添えてないなそうそう、うん、でもね皆さん観葉植物はね出るんでねそこのやっぱり、オーナーの考え方はすごい出ると思うよ、うん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 、だから観葉植物まで意識がいってないんだと思うよね。そうですねだから、うん、水もやってないかもしれないし、うんうん、で水やるもあれ大変なんやこれ私なんかはこうやって鉢がまた違う鉢に入っとったりすると一回出して下の皿を入れ替えてで上からやったらこう下の皿まで全部抜くんですよね。一回できるまで水をやらんといけんけあれを中に入れたままやろうと思うと出たら下から漏れるけそうそうでんぐらいにしとこうとかってやるじゃん、うん、か根腐りするかねうんだからやっぱりね結構大変な作業なんや。いやそうなんですよだから観葉植物1個ならいいですけどこんなにいっぱいあったらね本当うちマジでめちゃくちゃあるけんねこれ今ここで2つでこのここのあら後ろどこやああここねここねそこにもあるし、ね、これ今後ろ3つと、うん、3456789とあっち側だから101112ぐらいあるね、うんこれをね全部枯らさずに行こうと思ったら結構大変なことなんですけど、うん、これ全部裕次郎さん自らね担当ででもまああれですよやっぱりそういうところが細部なんで、うん、だからまあ本当にもらった時よりも葉っぱが茂っとるけんね。そうですね、うん、本当にただこれあと10年ぐらいやったらまずこの中植物園になると思うね背がものすごい高くなってからのすごいからねもう天井ついてますからねもうね、うんうんだから結構どこまで伸びていくんだろうかなと思う、うんうん、まあそんな感じで、ね、皆さんもやっぱりねすごく観葉植物を枯らしとるお店すごくあるんでね、はい、それはねちょっとがっかりするんで、はい、やっぱりそこら辺までケアをしてほしいなと思うね。だからオープンして半年ぐらい経った店に行くとよくわかる。ああオープンしたての時はいいけど、うん、オープンして半年とか1年経った時にそのまずまあコチョウランがもうこれだけになってるけえ、まあ、もう多分処分してないでしょ、うん、でもまあそれをもらったあれがついとるじゃんかんあれをつけたままこうなっとったりとかするやつはもうやっぱりそこにも記入してないし、ねうんうん、だからねコチョウランを送るっていうのも送り側が神が細部に宿ってないのと思うわけ。あ、なるほどね。そんなことも考えずに送るじゃんか。はい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 。でなんかそれも花屋に電話して、ちょっと胡蝶蘭散髪のやつ送っとってみたいな散歩、うん、でそれで終わってしまうよ、うんうん、だからそこに相手のこと考えてないなとか、うんうん、だから相手の店見に行ったりとか、どんな店か聞いて、じゃあこんなんがいいんじゃないかって考えてやらんとね。そうですね、まあ、胡蝶蘭を喜ぶ方だったら胡蝶蘭がいいかもしれないですけどね。おるんかなやっぱりその夜のお店とかだったら胡蝶蘭をバーッと飾りたい店はあるんじゃないですか。ブワーッとあるのがやっぱりそれがこうステータスみたいなね。えわしら夜の店やりよった時に、まあほんまクラブの女らが上がってわしらの店飲みに来る時に、まあ花とか胡蝶蘭とか持ってくるやつおったよ。はいで「裕次郎君これ全部あげるけ」とか言って「はあ?」みたいな「お前今どうで言うたん?」これ全部やるって、お前何やろ持って帰るお前がやって、お前がもらったんだろうがやってから、お前ようようわわようだもん飲み屋の女には、これもあげるとか言っていらんでもそこから出るときに「うわありがとうね」って持って帰ってるはずない。ああそういうことね、うん、もらった時はそうだったのに、もうどっか置いて帰りたい。でそれをそうでうちらの店来て、それ全部置いて帰ろうとするけ。はあはあはあ、そういうことか。なめたんかみたいになるじゃん確かにね表の顔と裏の顔があるからね。だからやっぱりこの飲食店もね、もらったら困るんよ胡蝶蘭とかは。枯れるし。いや本当にそうだと思います、うん、いやもう胡蝶蘭くれるんだったらもう酒くださいみたいな、まあ、ビールを送ってくださいみたいな、そうですよね、方が良かったしね。うんうん、うんまあ、なので皆さんその辺をね送る方も送られる方も神は細部に宿りますんで、はい、まあ、いろんなところで神は細部に宿ってると思うんで、そこを諦めるか諦めないかでこういろんなことが変わってくると思うんでね、うん、見る人は見てる、ぜひやってみてください、はい、この言葉いい言葉なんで、ね、そうですね、うん、ミッションありますか。いやもうやれっていうだけです。もうとにかくやるっていうことですね、うんうん、はい、ということでじゃあ関連動画はこちらになります。はい、じゃあチャンネル登録はこちらでお願いします。で、折り鶴タワーのこの本もいいですから買ってみてくださいね。はい。はい、ということで以上です。じゃあね。